こっちでもない。暑い、だるい、喉クラクラ。あ、ポポル王子様、どうか私を導いて。お？何もしてないわ。そうなんですか？気のせいよ。まあ、ジャガンが見せた錯覚？え？あ、そうね。おいおい。その、ロケハン？タンビエ物語の終作の参考に、モデルになりそうな風景を探してるの。なるほど。え？いいわよ。個人的なことだし。大丈夫です。じゃあ。ああ、うん、いいんじゃないかしら。え？そんなことないけど、もっと静かな構図が好みかも。大丈夫よ。それより、この辺に洞窟とか。うわぁ！うわぁ！でもよ！形状、解放誌に書いてあった通り、友情の十字架を胸に、今は前に進む時よ、ルナール！うわぁ！墓の森人登場？ふぃぃ。うわぁ！助かったわ。気にすんなって。それは大変です。ダメ、私には大事な使命があるの。この命がある限り、たとえ命が尽き果てても、この先に行かなければならないのよ。止めても無駄よ。さあ通して、通しなさい。そうね、取り乱したわ。あの、聖地よ。この先には小さな浜辺があるはず。そこが私の本当の目的地なの。ぷぅ？ポポルサーガ、第四章。私が好きな書物の中に、その浜辺をモデルにした場面があるの。それがもう、名場面中の名場面で、ファンの間では、神殿より尊いというか、つまり、聖地と呼ばれるのは必然でしょ？
でも強制しないのもファンの作法、あの二人の関係性の解釈にもよるし、だから世間的に有名でないのも当然よ。要すると、そうなるわね。はぁ、あ。何よ。別に恥ずかしがってないもん。まあまあ。ええ、行きましょう。ごっくり。どうですか？え？そうね。まあ、趣はあるけれど、普通といえば普通よね。でも、なんで涙出るんだろう。毎晩想像してた。布団の中で何度も何度も私来たんだ本当に。みんなありがとう。おかげで夢が一つ叶ったわ。なあなあ、ここは遊学中のポポル様が親友のマキリ君と初めて出会った場所。身分は明かさず、ただの等身大の若者として毎日浜辺で夢を語らったのよ。へえ。そして数年後、二人は再会した。国と国の威信をかけた戦場で。え？実はマキリ君は敵国の大将の息子だったの。望まぬ死闘が終わると、ポポル様はマキリ君の遺言でその遺骸を友情の浜辺に埋めた。そんな。え、知らないの？おいおい。じゃあ船に戻ったら貸してあげる。汚さないって約束できるなら。でも海ってベタベタするし。気にすんなって。それはまあ、絵師は経験も大事だから。それなら、よし、海の家に戻るわ。暑いしだるいし夏だし。おいおい。それは、そうだけれど。はぁ、どう
すればいいんだろう。はぁ、参ったぜ。みんな、ごめんなさい。やっぱり戻るわ。あの、いいの、典型を待ってたって。やっぱり、現実と向き合わないと、ね。しない。カニなんて気持ち悪い。ん？お？もう何でもいい。私たちは気にしないで座りましょう。そうですね。どうあがいても気になるわ。そうね。あと硬いし、重いし。どうかしら。敵に会った時、危険でしょ？なるほど。鎧？まあ、言われてみれば。確かに。それも全身を包み込む甲冑ね。ダークトーンだと、なおよろしい。うわぁ！そうね。あと神秘的で、遠征的で探求的よ。そうだ！中身？中身？はい！甲冑男子は隙間がいいのに。え？うわぁ！ううん、隙間っていうのは。わかりました。甲冑男子のカニ味噌？すごい破壊力。なんだか震えてきたわ。あ、どうしたの？よかったです。あ、そういえば。なんだ？うわっはっはっは。そんな。あ、おい、身の程を知れ。ダメよ。ああ？ええ、カニは嫌いだけれど、この子には元気をもらったから。変な。ぶっつぶん！どうだ！さあ、木陰に行きましょう。
そうね、なんだかお腹も減ったわ。お？ええ、絵師って体力もいる仕事だから。それに、あ、ここは？私、どうしちゃったの？ふぅ。カニ？ああ。そう。目、覚めるんだ。おお。最近、全然上達しないの。何百枚書いても下手なまま。でも書かないと不安で、でも書いたら下手で不安になる。予兆？何よ、カニのくせに。でも辛いし。ほーん。は？嫌よ、カニと一緒なんて。そうだ。私は、前に進む。出来かも。さあ、木陰に行きましょう。はん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 。ふい。心配かけたわ。でも、そういえば、あの場でどうやって治療を？カニの泡？あ、言われてみればカニの夢を見た気がするけれど、はあ、忘れた。それより後で一緒に泳がない？え？いやよ。でも、なんだか前に進みたい気分なの。お？行きましょう。